リチャードリー・コックは、イギリス・アメリカのドキュメンタリーの映画監督であり、ダイレクトシネマの先駆者の一人であった。1921年7月18日、ロンドン出身。友人の間では、リッキーとして知られる、リー・コックは、スペインの自治州である、カナリア諸島のバナナ栽培農園で育ち、やがてイギリスの学校に送り出された。名門ベダレススクールに通い、 ダーティントンホールスクールにいた1929年から1938年までの間に学生映画ユニットの結成に助力し最初の8分の短編サイレント、A、映画カナリー・アイランド・バナナズを作った映画作りの技術的基礎についてさらに学ぶためハーバード大学で物理学を専攻した第二次世界大戦中はアメリカ陸軍の戦闘写真家であった 1946年、ロバート・フラハティ監督が、ルイジアナ物語のカメラマンとして、リーコックを雇った。1960年代初頭、リーコックとロバート・デュー、DA ・ペネベーカーらと共に、デュー・アソシエーツ社を設立した。ペネベーカーも、また技術的バックグラウンドを持ち、デューは、プロデューサーとしての仕事をした。彼らは共に、 シンクロ録音と太陽光カメラの使用に基づいた映画制作の新しいスタイルを開発した。1963年、リーコックは同社を離れ、ペネベーカーと新会社を設立した。1968年、ジャン・リュック・ゴダール、D.A. ペネベーカーとドキュメンタリー映画、ワン・アメリカン・ムービーを共同制作する。1969年、 マサチューセッツ工科大学の映画学科長となり、1988年まで在籍した。1980年代、映画制作の技術的側面に興味を持ち続けており、フランスのテレビ局のためにビデオ映画を制作した。その最も素朴な表現において、ダイレクト、シネマとは、あるが、ままの人生をフィルムに収めることであった。しかしリーコックは、 素朴な映画作家ではなかった。1988年、あるインタビューを、下記のような言葉で締めくくっている。ルルインベルリンは、1999年にくらい、テリオンから発売された、パンドラの箱の DVD に、エクストラとして収録されている。2011年3月23日、フランス共和国の首都パリで隠し、89歳坊津。ありがとうございます。